<laughs> おおオンタイムってコメントある <laughs> <え> <laughs> おおオンタイムってオンタイムであることにびっくりされてます健さん <laughs> おおオンタイム面白い <laughs> はい皆さんこんばんばはこんばんは <laughs> こんばんははい今日は定時でございます こんばんはみなさんこんばんはあれはい皆さんただいまけんさんあんですあ、間違えたあぶね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 ああぶねはいみな響いてるねねなんか音反響してるなんかどこから音出てないですかねあぶねえ、はい皆さんけんさんは今ストーリーを上げてくださってますねまた俺自分の 裏に上げようとしてたさっきは「ストーリー上げる」って言ったら自分なんかもうストーリーシンプルにね<え>シンプルにインスタ見て違うねあのフィルターが自分のアカウントの方がいっぱいあるのああなるほどな、ね、<の>それをこう猶用してあれしようとしてるってことっすねそうそれだから自分のこのオフィシャルの夜かにはないのよあれが。 いいフィルターがってことですねないからいつもねそっちを使ってだか,らだからいつもその間違えるってことですね一回自分のやつでやるから <laughs> 謎が解きましたそれでね今なんかあれと思ってさなんか何にも出てこねえなと思ったのはそのメン, <laughs> メンションのやつがおかしいなと思ったらさ 全然関係ない友達とかにメンションしそうになったってさなんかおかしいなっ思ったら誰に向けての告知ですかうそ, <laughs> そうそうそう <laughs> おかしいなと思ったらそういうことだったみたいなでも未然に防げたってことですね、うん、あ,あよかったです、はい、皆さんケンさん今メンションで気づいてただいまストーリー上げてくださってます意味のあるねしっかりと効果のあるストーリーをよし行ったこれで上げてくださってますすいませんよろしくお願いしますお願いしします。ね、よろしくお願いしますストーリーを確認がてら皆様始めていきましょうか 要はすみませんオールブラックコーデ黒コーデですね手抜きです一番でいいじゃないですか手抜きとか <laughs> 家のパジャマ今日パジャマで来ちゃった、ね、ゆるいと、ね、パ,ジパジャマをごまかすためにとりあえずネックレスとかして <laughs> あのパジャマじゃないよこれはパジャマじゃないよっていう感じを出してるだけあくまでもね外用の服っていう感じのああそう でも懐かしいですね初めの方はずっとパジャマでやってたじゃないですかゆるくりと生配信、うん、思い出しますね <laughs> オフィシャルアカウントのフォロー1つ増えてましたねどういうことケンさんがフォローしてる人が1人増えてたってことなんじゃないですかオフィシャルアカウントそういう意味じゃないですかねたこうしてこう間違ってるフォローしちゃったの あれもしかしたらあやばい俺関係ないあの俺の好きな家具のメーカーをフォローしてたやがないの外そう今外そうホンだあ間違って見ちゃったんだこっちでいやすごいナイスしてきすぎますありがとうございますありがとうありがとうごめん金さんそれはまあいいかもこれ面倒くせえからこれはそれはご自身のアカウントでやってもらった方がいい何それは裏家の話であの 照明デザイナーのね人のアカウントっていうかそう家具屋っていうか <laughs> そうそうあのカテラーニスミスっていうね今,今みんな見てみカテラーニスミスを俺フォローしてたわ <laughs> あおしゃれやべこれどうするもういっかこれめんどくさいいや違うね本当は自分のアカウントをさ、はい、あのー 自分のインスタグラムのアカウントもそろそろ t o b の人だけじゃなくてあな友達とか自分の好きな興味ある人をフォローしたいなって思ってたんだけどタイミングがも,うもはや分かんない今更みたいな感じにもなって、ね、しまうっうことですね。 なんか難しいじゃんね、<laughs> 俺、あのなんか誰をフォローしたい、この人はフォローしてないみたいな論争になんか巻き込まれるのめんどくさいから、ありますねどうしようかなと思ってたんだけど、<laughs> すごいよく気づきました、ね、うん、だからもうカ、カテラアンド・スミス、そのままにしとくかじゃ,じゃあ、逆にこれをこう皮切りにいろんなところをこうフォローしていったら、あそっかいっかいい、うん、これどう,もう間違いこのままにしとく、ね、このまんまで ね、女の子とかかじゃなくてよかったね。いやそうっすねほんとんか<え>それがじゃあケンさんがほんとにこうねあの有名なこう芸能人の方じゃない友達とかをフォローしてたらちょっとどういう感じってなってましたよねえいやだからそこの線引きが分かんないよねああ、でもあくまでものだって俺の友達はこの業界の人もいっぱいいるっていうかだから例えば何なんか。 クリエイター系の人も友達いるしはい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 、はい、ね芸能人じゃないけど<ー>この業界の人でしょうそまあ著名な方まあでも本当です、ね、その線引き難しいですね難しいじゃん中堅さん逆にしない方よかった俺,<に>俺なんか俺が見てるなんか女の子のとかじゃなくて <laughs> <laughs> いや本当っす、ね、女の子だったら大変だった いや、ちょっとね、大変だったと思いますよ、どういうことって思ってました女の子だったら大事故だって、わ気づかないと、これ、やばいな、やっぱ携帯変えようかな、これ、いつかそういうことになりそうな気がしてきたこの会社、俺だけなんだよ、これ、自分の携帯でやってんの、はいはい,はいはいはい、多分、他のタレントの人たち、みんな多分携帯を分けてるはず、ああ、なるほど、<の>ね、SNS 用のやつ、うん、俺、支給されてないんで、なぜか。<laughs> それはちょっとね蹴散られかそちょっともらいましょうそうだよだからこういうことが起きるわけよそうですねそう、えー、そうですねそうです,そうです女の子も知りたいだ女の子も,のも知りたいだって女の子おもろいからありだよって <laughs> ねここ誤作動で勝手にフォローしちゃうとかもあるじゃないですかあああるね何、ね、か一回自分の あのー、自分の,そのアカウントの中に3つ4つ入ってるから、はいあのー、オフィシャルのやつをアップしてそれを1回外して自分の、ね、プライベートアカウントに切り替えてたんだけど何、うん、かの表紙に多分切り替えてなかったそれで家具の やつをフォローしちゃったんじゃん <laughs> 面白いけど、やっぱ本当家具好きなんですねこう裏垢でも、その個人アカウントでもねそれは怖いってみんな言ってるよ普通<や>に iPhone16 をねだりするだってそうだ、iPhone16 が出ますね、うん、マジ女子フォローしたら荒れるようだって <laughs> してみようかな <laughs> その女性もね、まあその何まあこういっぱいフォローしまあまあ、あんまり良くないですねやめましょ分けましょう <laughs> でも臨場感はあるだって 女の子の子好みバレちゃうよ全然バレて構わない <laughs> <laughs> うんあトイレ行ってきますってコメントしてる方言ってますどういうことい <laughs> ってらっしゃい <laughs> えそれでねぜひともちょっと検さん分けましょうやっぱしいつか間違えるから絶対分けてえだって、はい、いつかねほら誤作動言われてるよねえねえマネージャーさんそんなふうに言われてるよ iPhone 分けた方がいいってさご教授頂い,いてるよファンの人たちに 携帯とこう検査のプライベート用の携帯を分けた方がいいみたいな。